非人道兵器と呼ばれるクラスター爆弾を製造する企業に対して投融資を行っている世界各国の金融機関を NGO 団体が発表しましまた調査・報告はオランダの NGO が行ったものでクラスター爆弾を製造しているアメリカ、中国、韓国の6社に対して世界の金融機関が投融資を行っているか あるいは禁止しているかなどなどがまとめられています調査報告は2013年から今年3月までに世界で166の金融機関が310億ドルおよそ3兆4000億円を投融資し,したことが明らかになったとしています日本の金融機関では三菱 UFJ フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループオリックス 第一生命がリストに上がっています2010年に発行したクラスター爆弾の禁止条約は日本を含む101カ国が批准していますがその中で日本は製造企業へ投融資を行っている金融機関の数が最も多くなっています投融資額は合わせて20億ドルおよそ2200億円に上るということです報告書に上がった4社は So cluster bombs are big bombs that contain hundreds of small submunitions, and when they are used, most civilians, uh, most casualties are civilians. Um, and that is why investing in companies that produce cluster bombs is unacceptable because that contri contributes to producing these weapons.